皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は先日購入した10万年腐葉土と一般的な腐葉土がどのように違うのかを詳しく見ていこうと思っています前回の動画で10万年腐葉土を使った培養土ド作りをしてみたのですが思ったよりも水はけの悪いものになりましたもしかしたら原因がこの10万年腐葉土なのかもしれません だとすると一般的な腐葉土と同じ使い方は効果的ではないということになりますそこで10万年腐葉土と一般的な腐葉土の違いをもう少し詳しく調べて10万年腐葉土の効果的な使い方を探ってみようと思います園芸やガーデニング家庭菜園に興味のある方は是非最後まで動画をご覧ください「<music> 十万年腐葉土と一般的な腐葉土の違い一つ目は形状見た目です。明らかに違いますよね。園芸店やホームセンターで販売されている腐葉土は。葉っぱの形状が残っているものがほとんどだと思います。一方で十万年腐葉土は葉っぱの形状が残っておらず。見た目はほぼ土です。十万年は大げさにしても。 長期間堆積して熟成が十分に進んでいるので、葉っぱはきれいに分解されて土に近くなっているということなのでしょう。10万年腐葉土の見た目は黒土に似ています。だとすると水はけが気になります。実際に水をかけて調べてみましょう。 それでは、4号ビニールポットに入れた10万年腐葉土と一般的な腐葉土に水をかけていきます。何度か水をかけているうちに、水はけに差が出てきましたね。10万年腐葉土は粒子が細かい分、保水性が高く、水はけが悪いようです。一方で、一般的な腐葉土は葉っぱの形状が残っているので隙間が大きく、水もスーッとはけていきます。 どうやら、前回の動画で作った培養土の水はけ悪化の原因となったのは、やはり10万年不要土だったようです。この感じだと、配合割合を見直す必要があるかもしれませんね。匂いは、不要土や対比の品質を確かめるための重要なポイントです。 ホームセンターで購入した腐葉土の匂いは、山や森の中の匂いと言えばいいのでしょうか。いい匂いですね。一方で、10万年腐葉土の匂いですが、実はほとんどしません。比べてみると明らかに差がありますね。無臭と言ってもいいくらいだと思います。ホームセンターで購入した腐葉土も、先ほどもお話しした通りいい匂いなので、 完熟とは言えないまでも品質は悪くないものだと思いますただ10万年腐葉土のようにさらに熟成が進んで葉っぱの形状も残らないぐらいになると無臭に近くなるというのは新たな発見でした培養土を作る際には 他の資材と混ぜやすいかどうかも重要なポイントになりますまずは一般的な腐葉土を使ってみます赤玉土7腐葉土3の割合で混ぜ合わせていますがご覧の通り葉っぱの形状がかなり残っているので均一に混ぜるのは難しいですね続いて10万年腐葉土を使ってみましょう赤玉土7 10万年不要度3の割合で混ぜ合わせていきます。混ぜやすさに関しては、圧倒的に10万年不要度の方が優れています。大きな塊もなく、均一に混ぜ合わせることができますね。それでは、10万年不要度の最適な使用量を探っていきたいと思います。 向かって左側が赤玉土710万年腐葉土3の割合のもので真ん中が赤玉土7一般的な腐葉土3の割合のものそして右側が赤玉土810万年腐葉土2の割合のものですご覧いただいてわかるとおり一番水はけがいいのは真ん中の一般的な腐葉土を使用したものです。 10万年腐葉土を使用したものはどちらも保水性が高い一方で水はけはやや悪くなります配合割合が3割のものと2割のものそこまで差はないようですが通気性水はけを重視する場合には2割程度に抑えておいた方が良さそうですね他の堆肥と一緒に使用する場合には10万年腐葉土の割合を1割程度に抑えて 他の対比を2割、合計で用度全体の3割程度にするのが、通気性や水はけを考慮した場合は適しているのではないかと思います。それでは今回の動画のまとめです。10万年不要度と一般的な不要度の違いについてお話ししました。 比べてみると全然別物だなという印象ですね。10万年腐葉土は有機物というよりも腐食を多く含んだ土と考えて使った方が良さそうです。土と馴染みやすいので、庭や花壇、家庭菜園の土壌改良にはかなり効果的な資材だと思います。一方で鉢植え用土のブレンドに使う際には、 通気性水はけをやや悪化させるので注意が必要です単体で使う場合には用土全体の2割程度他の大比と混ぜ合わせて使う場合には1割程度に抑えておくのがおすすめです特徴を踏まえた上でぜひ園芸やガーデニング家庭菜園に取り入れてみてください